松田光弘松田光弘12月15日隊は大阪府森口市出身の実業家。グロービス MBA 大学院の客員准教授を務める一方、IT システム事業、コンサルティング事業、美容院を経営するシリアルアントレプレナー兼ビジネスプロデューサー。株式会社ガンバ代表取締役社長。株式会社ネクストアクトン代表取締役社長。 株式会社 GMNEXT 代表取締役社長、グロービス MBA 大学院の客員准教授である。大阪府森口市生まれ。父は、公務店、母は、美容院を経営する経営者一家の長男として生まれる。東海大学教養学部を卒業後、株式会社マイカルに入社。その後、人材派遣のグッドジョブ株式会社を経て、2002年に、 日本初のパートタイム人材会社、株式会社ビースタイルを創業メンバー4人で設立。2014年、ダイバーシティ型のビジネスモデル構築支援の株式会社ネクストアクションを設立し、代表取締役に就任。2016年、日本に特化した SNS アプリ、ガンバを提供する株式会社ガンバの取締役副社長に就任。2018年、 株式会社ガンバ代表取締役に就任。日本最大の15,300社を超える導入実績を誇り、業界をリードする存在となる。2019年、美容師の個人事業拡大を支援するコンサルティング会社、株式会社 GMNEXT を設立し、代表取締役に就任。これまでに13事業の新規立ち上げを行い、 すべてが現存事業として展開中。その経験を生かし、グロービス m b a 経営大学院大学では客員准教授としてビジネスリーダー研修を年間55講座実施している。受講者は年間平均1600名。ありがとうございます。